そんなわけでね、この前横綱ビルって書かれているから感激三昧に行ってみたのに、一人も横綱なんていなかったんだよ。そりゃそうだろ。なんでさ、横綱ビルという名前だからって横綱がいるとは限らない。だってウグイスパンにウグイスは挟まれてないし、ウグイスボールもウグイスをボールにしてあるわけじゃないからね。そっか、だよね。そんな待遇ウグイスがかわいそう。メロンパンにメロンは入ってないし、カニパンにカニも入ってない。嘘ばっかだな、パン屋。見た目を似せてあるから、あれはあれでいいんだ。見た目だけなんて食品偽装もいいとこじゃないか。大問題だ。まあまあまあ、モヤティもパン業界を敵に回すような真似はしたくないから、この件は黙っておくけどね。それがいいと思うよ。ってことは横綱ビルは見た目を横綱に似せてあったってことかな。どうだろう。しまった、ビルの外観までは気にしてなかった。いや、もしかすると横綱が地下でビルの土台を支えているって可能性もあり得る。ないよ。